はい、どうも、ダークネスローズです。あ寒いな。<laughs> めっちゃ寒いな。相変わらず。えー、っと、うん、今日何日やったっけえー、っと、2月8日か。<laughs> 月曜日です。えー、っとね、土日はね、<laughs> あの、特にネタもなかったし、うん、わざわざ、 っていうより、まあ、ずっと寝てたんよね。夜中。夜中っていうかもう、ほんま、特に日曜なんか、き昨日なんかは、ほんま一日中ぐらい寝てて、なんか、体調が良くなかったのか、何なのか、よくわからんけど、<laughs> まあなんか、その、温度差というか、で、なんか、あんまり、うん、よろしくなかったっていう感じかな。うん、なんとも言い難いけどね。 別になんか本当に風邪ひいたとかそういうんではないんやけどなん,かなんかする気にならなくて出かけたりとかなんかゲームしたりとかなんかそういう活動をする気にならなくてもうほんまにその熟睡してたわけではないけどずっとねそんな24時間ずっと熟睡することはできないけどずっとゴロゴロして。 ほんま必要以上全く動かないっていう感じやったね。ご飯た、ご飯もほとんど食べてへんもんな <laughs>。一食しか食べてないもんな <laughs>。言うて。それぐらいね、一日寝てたけど。まあそんな感じで土日、そのラジオ動画もサボっちゃって。ね。まあさすがに月曜日、今日はさすがにね、あげないとなと思って。 まあこうやって開いてるけどネタがないのに関しては変わりないよね <laughs> 今日もネタ特にないよ、うん。いやねなんかあの実写の動画をさ4本、まあ、なんこの話何回すんねんって話だけどあの先月末に4本あげたけど あの時勢いあったのになっていう <laughs> 感じやけどなうんまあなんかそのこの勢いを維持できたらその3月っていうか3月じゃないな2月の末うん3月には多分なってないと思う2月末267かなくらいかなにまたああやって4本とか5本とかいっぱいその実写の動画撮れたらなって思うんやけどね そしたら、まあこのラジオを少々サボってもさ、毎日投稿する必要ないやん、ぶっちゃけ。まあ俺も別に毎日するって言ってないし、あれやけど。まあなんか、その、結果的に毎日投稿してることが多くて、じゃあしなくなったらあれサボってるみたいな感じになっちゃうからね。うん。まあ実際問題、ね、毎日は無理やからね。喋ることないしな。あの、配信はね、別に毎日することは可能なんやけど、一人で喋るって思ったら、 結構厳しいものがあるかなと思って。うーんまあね今日 <laughs> 今日っていうか今はちょっとそのトークっていうかしゃべるネタちょっとあったりするねんけどうーんまあまだちょっと頭の中でまとめてないからまたグダグダになっちゃうしなせっかくネタがある時ぐらいはねグダグダな喋りにはしたくないんよ。ネタない時はもうグダグダでしかないんやけどネタがある時はねなんか ちゃんとそのネタについて喋りたいから、うん、中には聞きたい人もねいるかもしんないからはいそんな感じでえっ、ー、とまあグダグダと5分間喋 <laughs> ってきたけどまあえっ、ー、とねだから明日は一応その喋るネタがあるからその話について俺がちゃんと覚えてたらね なんか違うネタがまた湧いてきたらそのネタに変わるかもしれんけどその辺はちょっとまだ確定事項ではないけどねうん多分明日はしゃべることがあると思うんでこんなグダグダで5分で終わるってことはないと思う10何分ぐらい喋るかな多分うんだから何って話なんやけどね聞いてる人にとってはまあよかったら楽しみにしといてくださいはい えーっとそれではダークネスローズでした。今日多分配信はやらないと思います。あの普通の配信は。うん、そんな感じでダークネスローズでした。バイ。